ちゃ言うな。この先に茜が。隠れろ善吉、敵だ。はい。よし、慎重に行くからな。ああ。頼むぜ、相棒。善吉、隠れろ。見つかったら即織田仏だからな。敵が来たら死ぬ気で隠れろ。わかってる。俺が死なねえようフォロー頼むぜ、柵。いや、ナビ。また敵だ、隠れて。ちょっと、おっかねえな、おい。ゼキチ、ストップ。そっちは敵がいる。回れ右。仕方ねえ、別のルートを探すか。そっちに敵が近づいてる、隠れろ。よっと、ここで大丈夫そうか。今、何か。いいぞ善吉、怪盗ばりの隠れっぷりだ。ったく、なんだその褒め方は。全然嬉しかねえよ。いた、みんなだ。牢に捕まってる。よし、待ってろ、今助けてやる。さあ選んで。誰か。やめろ茜。おわ、おっさん。警察から出られたんだ。どうしてここに。みんな助けに来たぞ。ネビ、来てくれたんだね。さすがだナビ、頼りになる。お前、アカネなんだよな。もうよせアカネ、こいつらは何も悪くねえ。落ち着いて俺の話を聞いてくれ。話？あんたと私が？笑わせないで！どれだけ本当のことを話しても何もしなかったくせに、今さら父親面しないで！聞いてくれ、茜。確かに俺は葵の命を奪った犯人を捕まえられなかった。
そんな親父の言うことなんて聞く気にならねえのはわかる。だがこのままじゃお前自身も傷つくことになる。目を覚ませ。捕まえられなかった、捕まえなかったの間違いでしょ。お母さんを殺した犯人を、あの大和田を。大和田だと？黒幕の一人、国会議員の大和田か。私は見た、お母さんを引いたのは間違いなく大和田だった。あんたにも警察にもみんなに言った。なのに誰も大和田を逮捕しなかった。ねえ、どうして、どうして大和田は逮捕されないの？警察は正義の味方なんじゃないの？それは善吉さん、話して。新島、茜ちゃんの心はお母さんの事件にずっと縛られてる。真実を知るまで茜ちゃんは自分の思い込みにすがるしかないの。それじゃあ茜ちゃんは前に進めない。あの事件が起きてすぐ俺は捜査から外された。身内は正常な判断ができないからとな。そしてほどなく秘書が自殺し、事故を起こしたのは自分だと書いた遺書が見つかった。大した裏付けもなく、トントン拍子に話は進み、ひき逃げ犯は大和田の秘書。それが組織の出した答えだった。茜の話で遺書が捏造だと知っていた俺は秘密裏に捜査を続けていた。だが見つけた証拠はことごとくもみ消され続けた。それで諦めたんでしょ、あんたの正義なんて。葵と約束したんだ、茜だけは何があっても守ると。何？俺はこれ以上家族を失いたくなかった。茜が俺に残された最後の生きる意味だった。だから命に代えても茜を守ると、俺は葵に誓った。今さらそんな話。そしてある日、俺の元に脅迫状が届いた。茜を殺すとな。そんな。それでつくづく思い知った。この世には紛れもない悪がいる。現実は俺一人じゃどうしようもない、深い闇でできているとな。おっさん、今でも大和田は許せねえ。だが手も出せねえ。そうして腐っていた俺に手を差し伸べたのは、今俺はあの人を出世させるためだったら、それが茜を守り葵の無念を晴らす唯一の方法だと信じて。そのためにはお前たちを利用してでも。善吉茜ちゃん、どう聞いたでしょ。つまりこいつは自分のために他人を利用した。自分の目的のためなら他人がどうなろうとしたことじゃないんだ。そんな言い方。お前を守ろうとしたんだろうが。そう、私を守ろうとしたんだよね。そのために警察官としての誇りを捨てたんだよね。茜、私たちのことならまだいいよ。家族だもん。お母さんも言っても、亡くなった秘書の人とその家族に何て説明するの。濡れ衣を着せられた上に今も責められる家族の人たちはどうすればいいの。誰に助けてもらえばいいの。お前、それじゃ同じだよ。お母さんを殺して平然としてるやつと。俺が大和だと。同じ。あんたも警察も何もしてくれない。悪い奴を野放しにしたまま、それじゃ誰も救われない。なら
私が代わりにやるしかない。私がお母さんを引き殺したやつを改心さ、はあ、悪いやつは全部私が。茜ちゃん、だからキングになったの。俺が自分の家族を守るために他の誰かを見捨てたから。間違っていたの。だからお前は俺のせいで。善吉。そうだ、確かに俺は人を犠牲にした。自分の家族を守るために他の奴らのことまで考えずに。だが他にどうすればよかったって。俺は家族を守るのに必死だ。俺が悪いわけじゃない。俺は本当にそうか。誰だ。本当にお前は悪くないのか。誰が話してる。分かっていたはずだ。牙を収めればどうなるか。それでもお前は口をつぐんだ。大事なものを守ると言い訳して。お前も同じだ。身勝手で卑劣な薄汚い。違う、お前は正義を打って自分一人の幸福を。善吉、どうした善吉。そうか、そうだった。俺は葵を殺した奴を見逃し、怪盗団を利用しようとして。薄汚ねえ悪党の茜に説教する資格なんざ。茜を。そうだ、目を覚ませ善吉。茜のために自分の心を殺してまで家族を守ろうとしたんだろ。全部大好きな茜のためだったんだろ。私のお母さんもそうだった。誰かを守るために必死だっただけだ。悪いのは善吉じゃない。本当に悪いのは善吉の家族を傷つけた腐った連中だ。迷ってんなよおっさん。善吉は茜を守った。それは決して恥ずべきことではない。問題はここからどうするかだ。お前ら頑張れ善吉。立ってください。善吉さん、あなたにはまだやるべきことがあるはずです。今度こそ悪党を倒すのよ、茜ちゃんのために。そうだ、悪党はまだ野放しのまま人を踏みにじって平然としてる奴ら。つくづく情けねえな。娘に教えられ、ガキどもに諭され、確かに俺は決して褒められた大人じゃねえ。正義の味方って柄でもねえ。だが真の悪党ってのが何なのかは分かる。真の悪党は己のために他人を踏みにじり平然としてる奴らのことだ。そんな奴らを野放しにしておけるほど俺はできてもいねえ。ようやく気づいたか。本当の敵が誰か実を見ようともせず他者を踏みにじる獣たち。お前もまたその一人だった。今こそ決別の時だ。さあ長き獄中生活に終焉を告げよう。我は汝、汝は我。まことの正義を求めに。わかった、契約だ。
バルジアン！マジかよ。なんだこの格好は。一体何がどう。あれは怪盗服。彼にもペルソナが。何してるの。来るぞ全吉。構えろっつったって。言いやがって。この年でこの運動量はきついぜ。だがこんな風に暴れるのもたまには悪かねえ。くらえ。消えろ。観念しな。俺が決意の姿だ。切り捨てる。腐った悪党どもがお前を善人を食い物にしてるんだ。てめえらの都合のため、欲望のため、弱い奴の血をすすってやがる。そんな悪党どもにこれ以上いいように利用されるな。俺と一緒に現実に帰るんだ。何を今さらまたそうやって私を否定する。信じない。騙されない。私がこの力で悪い奴を改心させるんだ。それを邪魔したいなら来るといいよ。その時こそ。待て、アカネ。消えた。映像か何かだった。くそ。お前ら無事。私たちは大丈夫。それより俺にも何が何だか。とにかく電子錠みたいだな。ちょい待って。サンキューな。絶対助けに来てくれるって信じてた。みんな。お、超頑張っ。九死に一生を得た。ああ、またジェイルに閉じ込められ。逮捕されたって聞いて心配。おかげさんで釈放されたよ、新島先生の。お姉ちゃん。でも驚いたぜ。まさかおっさんまで。驚いたのはこっちだ。一体何なんだこいつは。それはペルソナの力。お前の反逆の心。反逆ね。まあよくわからんが、これで俺も戦えるんだ。つかこうなったからにはおっさんにも。うん、コードネームが必要。コードネーム。ああ、お前らその格好の時は別の名前で言う。じゃあ俺のことはウルフと呼んでくれ。俺はもう犬じゃねえ。一匹でも悪に食らいつく狼になってやる。
いいんじゃねえの。うん、言われてみればウルフっぽい。かっこいいぞウルフ。これで善吉さんも怪盗団の仲間入り。そうなるのか。ああよろしく頼む。早速で悪いがこのまま茜を力を貸してもらうか。のおい。なんだ。無理もない。ペルソナに目覚めた直後は極端に疲弊するか。ここは一旦。いや待て俺な。アカネちゃんを救うためにも万全を期すためにも。うん、分かった。